誰だ。ベンゲル、チオリよ。うん、付き合いも長いんだし、せめてドアを開けてちゃんと話をさせてちょうだい。相変わらず直球だな。ビジネスマナーにも少しは気を配ってくれ。伝言係はそのためにいるんだからな。そんなマナー、私には何の利点もないわ。伝言なんか使わず直接私に言えばいいのに、なんで避けるわけ？はあ、今日の新聞は見たか？どうせくだらない憶測や誹謗中傷でしょ。一文字たりとも見たくないわ。君もあんまり見ない方がいいわよ。そうだな。私も普段はスチームバード新聞しか取っていないし、他のは全く読まない。じゃあ例のデマはスチームバード新聞に載ってたってこと？いや、ファッション記事がメインの二流のタブロイド紙に載っていたものさ。なら気にする必要ないじゃない。そんなデマしばらくしたらみんなすぐ飽きるわ。ファッションウィーク中アクセサリーの提供をやめるなんてやりすぎだと思うけど。はあ、それが今回はそうとも言い切れなくてな。どこぞの人物が新聞社を複数買収してあの記事を同時に掲載させたんだ。そしてそれをわざわざ各家庭に一部ずつ配った。私もそれで知ったんだよ。各家庭に一部ずつ？つまりずっと前から計画されてたものってことか？どうやら今回君の相手は大枚をはたいて潰しに来てるようだ。新聞には君の写真まで載っていた。写真って？昨日君が街で人を懲らしめていたところを撮った写真だ。昨日ってまさか。またユーサーのやつね。ほら、ここに1枚あるから読んでみるといい。巨大な黒幕のような存在であるチオリアは裏社会と深いつながりを持っている。犯罪者たちはチオリというブランドにある可能性を見出した。法で禁じられている競争手段も衣料品の陰に隠せば成し遂げられるというものだ。事情はよく知らんし、憶測で口を挟むつもりもないが、あの写真の写り方じゃ確かに君に非があると思われるだろう。そうだぞ、悪いのはあいつの方なのに。ありがとうパイモン。でも今さら何を言っても仕方がないわ。そうだな、世論に法律なんて通用しない。君の相手はよほど工夫を凝らしたと見える。うちの親父がメロピで要塞送りになったことまで調べ上げたんだからな。そんな昔のことまで。過去の罪は服に染みついた泥みたいなもんだ。ファッション業界の人たちが見たらその泥はいつまで経っても落ちやしない。噂では君の店を訪れるのは犯罪者ばかりで、そこで服を買う人はブランドが掲げる理念と同じよ意見の食い違うものを掃除するのが好きだとされてる。あまりにもバカバカしすぎてどこから笑ったらいいのかもわからないわ。これは笑い事じゃないぞ。君の店に犯罪者が来たことあるかどうかなんて人々は知る由もない。あるいは君の店で買い物してから犯罪に走ったものだっているかもしれない。とにかくこの記事は真実とデマがごちゃ混ぜになっていて読者を惑わす。それに実名で証言してる人までいるんだ。数日で落ち着く気配はないな。ベンゲル、本当に考え直してくれないの？フォンテーヌファッションウィークの会場で正々堂々とそいつらを倒せるのに。私がもう少し若けりゃ力を貸してやったさ。でもこの年じゃ揉め事に身を投じる気力もない。
それにこの商売には家族も関わってる。それも含めて考えねばな。何もこの先ずっと千織屋との協力関係を断とうってわけじゃない。ファッションウィークの間だけだ。店番をする娘が写真機やフラッシュに囲まれることは避けたいからな。分かったわ。君の仕事仲間として一言だけアドバイスさせてもらうよ、千織。今回のファッションウィークは諦めて、また来年参加するといい。少し我慢すれば波風は収まる。我慢するならお好きにどうぞ。私は自分の思う通りにやるから。こんな境遇に陥ったのも君のその性格のせいかもしれないぞ。そう考えたことはないのか。だったらこの性格のおかげで千織屋が成功したって考えたことは。確かにそうだな。なら幸運を祈るしかない。モデルの方は私と同じで面倒ごとに巻き込まれたくないらしい。わかった。気をつけてね。なあ、これからどうするんだ。アクセサリーがないと用意したデザイン案が使えないわ。ああ、もうムカムカしてきた。あの記事デタラメにも程があるぞ。犯罪者たちと千織屋に何の関係があるって言うんだよ。こじつけもいいところじゃないか。世論は成否を問わず声のでかい方に傾くものだからね。ふん、とんだ失態だわ。ユーサーは私のことをよく知ってるし、昨日の一件も彼の計算のうちだったってわけね。とりあえず一旦戻るか。旅人パイモン。あれ、シャルロットじゃんか。どうしたんだ。君たちに会いに来たのよ。今朝のファッション記事を扱ってる新聞は見た。あのデマだらけの記事のことだろ。はあ、オイラたちもさっきそれを読んでむしゃくしゃしてたところだぞ。でしょ。あのデマには私も頭に来てるの。あの記事を書いた人はスチームバード新聞がこんな根も葉もない記事を載せるはずないって知ってたんだわ。それで他の新聞社を片っ端から買収したみたい。千織さんにこのまま汚名を着せるわけにはいかないわ。だから取材して執筆者に反論する記事を書こうと思ってるの。あんな風にデタラメを並べ立てる人が何より嫌いだからね。いいのか。助かるぜ。シャルロットが手を貸してくれたら世論を巻き返せるかもな。当然よ。千織さんとのこれまでの付き合いで絶対にあんな記事を書かれるような人じゃないって知ってるから。私の写真機、ベリテ君の帽子と蝶ネクタイも千織さんが作ってくれたのよ。あ、そういえば千織さんは君たちと一緒じゃなかったの。エローフェさんからは一緒に出ていたって聞いたけど。あれ、さっきまでいたんだけど、あっちの方に行ったのかもな。追いかけようぜ。俺が見たところ、チオリアは今回の件でもうダメだろうな。客に黙ってあんなことをやったんだ。ま、当然の報いさ。私、チオリアで服を買ったことがあるのよね。え、本当に？実際どうなの？確かに店主は怖そうな人だったわね。犯罪者と裏でつながってたなんて背筋がゾワゾワするわ。味と栄養を両立させないと。見失っちゃったぞ。町の人が話してた内容を聞いたか。なんでみんなあんなデマを信じてるんだよ。千織さんは普段あんまりメディアに顔を出したり取材を受けたりしないの。だからみんなが彼女のことを知る機会も少ないのよね。それに千織さんのやり方は
たまにちょっぴり極端だったりするから、事情を知らない人によく誤解されがちなの。ユーサーのやつ、とんだ悪人だな。今すぐぶん殴ってやりたいぞ。だ、まさか千織のやつ、あいつをぶん殴りに行ったんじゃないよな。もしそうなら千織さんはますます不利な状況になるわ。千織さんもそのことは分かってると思うけど。確かにそうだな。とりあえず千織屋に戻ってみようぜ。エロンフェ、戻ったぞ。あれ、そいつって。こちらはラキシアさん、千織さんに会いに来たそうです。あ、確か昨日ウェディングドレスを受け取りに来てたよな。まさかお前も返品しに来たのか。そんな、とんでもない。千織さんにはお礼を言いに来たの。それと、もし力になれることがあったらと思って。君もあの記事を読んだのね。ええ、あなたたちは事情を知らないと思うけど、実は私、あのウェディングドレスを着られなくなりそうだったのよ。何かあったのか。ええ、私の婚約者は商人で、商売もまあまあうまくいっていてね。プロポーズされた後、ドレスをオーダーメイドしてくれたの。多分私がいつも何の気もなしに千織屋の服のこととか、いつか千織さんがデザインしたウェディングドレスを着てみたいって口にしてたからでしょうね。でも何か問題が起きたのね。その後、彼の商売にトラブルがあって資金難に陥ってしまったの。どうにかモラを工面してやっと借金は返せたけど、ドレスの残金は払えそうになくって。お？でも前金で作れたって昨日千織が言ってたよな。ええ、実は注文をキャンセルしに行った時、千織さんに理由を聞かれて事情を伝えたの。そしたら千織さんがこう言ってくれたのよ。ドレス代は前金で足りるから必ず仕上げる。結婚式では絶対に千織屋のドレスを着られるから心配しないでってね。ってことは無事に受け取れたのね。私もよく知ってるけど、千織さんは口にしたことを必ず守る人だし。ええ、それで昨日家に帰った後、どうしても我慢できなくてドレスを着てみたの。ただそこに急に彼が入ってきてね。そのドレスを見た彼は驚きのあまり言葉を失っていたわ。あらら、それもそうよね。結婚式当日のサプライズだったはずなのに。ううん、問題はそこじゃないのよ。彼は長年商売をしてきたから目が利く方でね。そのドレスを見た瞬間、実際に払った金額をはるかに上回る品だって気づいたの。お、つまり。そう、生地や装飾、デザイン、ジュエリーに至るまで千織さんは最高級のものを使ってくれたみたい。ほう。ラティシアさん、もし差し支えなければ、今の話を君の名前と一緒に記事にしてもいいかしら。え、ええ、もし千織さんのお役に立てるならもちろん構わないけど。きっと役に立つはずよ。捏造されたデマなんかよりもずっと説得力があるもの。ところで千織はまだ帰ってきてないのか。え、てっきりあなたたちと一緒にいると思っていましたが。あれ、じゃあどこに行ったんだ。エロフェ、千織が普段よく行く場所とか知らないか。そうですね。あ、そういえば千織さんは気分が晴れない時、よく海辺の崖のところに行っていますね。なら二手に分かれて行動しましょう。私はラティシアさんの取材を続けるから、旅人とパイモンは千織さんを探してきてくれる。おう、じゃあ早速そこに。